はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。プロ野球スピーチ2015大野雄大侍道パート5かな、やっていきたいと思います。今回がね、交流戦前の視線ですね。ここです。もうあと交流戦ってことで、まあもう中盤に差し掛かりつつあるのかなと思います。相手は巨人で高木隼人選手ですね。まあいろいろ喋ることはありますけども、まあ最初からね、最初からというかもうやっていきましょう。ルナかな、今回ルナにはだいぶこうサードの守備で助けられてる部分があるんじゃないかなと思います。オーダーはこんな感じ、やっていきましょう。まあね、今撮ってるのは9月の23日ということで、シルバーウィークも最終日ってことでね、皆さんどっかお出かけした方とか、旅行した方とか、まあ、たまには海外に、たまにはっていうか、たま、何人かね、海外に行った方とか、いらっしゃったんじゃないかな。まあ、僕みたいにね、家でああだこうだしてた方もいるんじゃないかなと思います。僕はね、どっかの動画で喋ったのかもしれませんけど、大型休みは大体、まあね、そういう学生が終わったんですけど、学生時代はバイトしかしてなかったし、まあ今とかもね、あんまりこう人気の多いところは苦手なんで、昨日はね、道頓堀に出かけてたんですけど、バカみたいに人いてね、本当、バカみたいに人がいましたよ。人がいすぎて写真撮ってる人いましたからね。いや、すごかったね。まあ、引っ掛け橋って言われるところも行ってたんですけど、まあいろんな人いたよ。まあね、面白いなと思いながら、こうあそこに行けばね、いろんな人の人種というか、いろんな人を見れるのでね、ほんと面白いなっていうのは感じてます。僕はね、どっちかといえばああいう街あんまり得意ではないんですけど、なんかなんていうのかな、綺麗な神戸とかのいう街、京都とか神戸みたいな街の方が好きなんですけど、まあたまにはいいんじゃないかということで、谷繁がパスエラーしたらダメでしょ。まあ、ああいうミスは流れを左右することがありますから、何やかんや初回からピンチというね、前回はね、だいぶこう一人一人に、なんていうのかな、おラッキーラッキー、一人一人に時間をかけながらピッチングしたいんですけどね、今日はまあ、いつもどおり雑談っぽい感じでやっていけたらなと思います。で、道頓堀行ってね、なんか、まあ、一緒に行った子が、まあ、女の子やったんですけど、Xシングス食べに行きたいって言ってて、まあ、僕行った子、僕結構パンケーキ好きでね、行ってた、いろんなとこは行ったことあったんですけど、Xシングスは行ったことなくて、まあ、直訳したら卵たちって意味なんですけどね、まあ、すっごい並んでてね、シルバーウィークの真ん中22日やったってこともあってね。僕並ぶのとか全然嫌いじゃないんですけど、まあ大阪人じゃないっていうのもあるんでしょうけど、まあ相方というかそっちの方はね、だいぶこうなんていうのかな、イラ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 してたんですけどね。まあ大阪の人っていうのは大概イライラするのかなと思うので、まあ、僕は本当に何時間待たれせようが、別に相手が遅刻しようがそんなにイライラし、まあ、ある程度ね遅刻しすぎたらほらイラッとはしますけど、まあそんなに僕はイラつかないタイプかな。特にアトラクションとか、ご飯食べるのに時間を待つとかは全然嫌じゃないタイプ、むしろ並んでるからそれほど面白いんじゃないかとか美味しいんじゃないかと思って並んでるとこにわざわざ並びに行こうとか思うタイプなんだよね僕は。まあ多分どうなんでしょう、並ぶの嫌っていう方多いんじゃないかな。特にこう都会に住んでる方に方がなんかこう嫌なイメージが僕はありますけど、やめて森野、よし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 、まあ行ってね、本当にこう巻き巻き公園みたいな、ものすごいホイップ持っててね、もう一個はビーフステーキみたいなハムなんですけど、どっちもまあ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 美味しかったかな。僕一つね、京橋にあるパンケーキ屋さんが一番美味しいと思ってるんですけど、まあ、モグっていうパンケーキ屋さんで、まあ、もし機会があったら行ってほしいな。京橋駅からすぐなんですけど、まあ、そこもね、いつも、まあ、パンケーキ屋さんってある程度どこも並んでるよね。まあ、そこが僕一番クオリティが高いし量も多いし、まあ、値段もそこでないっていうことで、ね、一番好きなんですけど、やっぱそこにはこう、
及ばずって感じではありましたけど、そうですよね、まあまあ、まずこう人が並ぶぐらいのまあ美味しさはあるのかなと。あんだけホイップ乗ったらくどいって思う方も多いんじゃないかな。でもね、男の子3人で来てる人、どうやら高校生ぐらいかな。まあ言い方悪いですけど、そんなにこうなんていうのか、やんちゃ的な感じじゃなく、こう眼鏡かけた人と、眼鏡かけた人2人と、うん、もう一人はもうそれなりの普通な子、まあ、全員3人とも普通な子やったんですけど、なんか面白いなと思いながら入ったらね、いらっしゃいませアロハみたいなこと言っててね、いや、いらっしゃいますいらっしゃいますって言ってるようなもんやとか思いながら打ちましたね、まあ面白いなとか思いながらね、まあアロハシャツ着て、まあ、働いてる人たちは楽しいんじゃないかなと。あんだけずっと絶え間なく人が来たらうざいんかもしれませんけど、まあ僕は、うん、そこ暇より忙しい方が好きなタイプなので、バイトした時もね、ずっと飲食店とか、まあ、いろんなところで働いてはいましたけど、うん、あまりこう暇なのってあまり好きじゃないので、うわー、超えられたか、ね、バッチ、うん、楽しく働いてたかな、バイトも楽しかったかなと思います。うん、いや、Xシングスはもういいかな、もういいかな、まあ、あれじゃないですか、何回も行きたいなって思うお店と、いや、もうこれっきりでいいでしょうって思うお店と、何が違うんでしょうね。うん、僕もね、本当にかってね、通い続けてるお店もあれば、うん、もう1回でいいかなって思うお店もたくさんありますし、てか、やばいね、打たれるね。あ、バグり始めた。バグり始めたよ。やっぱりあれだね、難易度もスプリッツでしょうし、下がったかな、パーフェクトも下がったかな。パーフェクトですね。でもまあ言っても94のパーフェクトですからね、今下がったのかな。いやー、うん、僕食べ歩きするのが好きなんでね、ラーメンとか、まあ何でもかんでもいいんですけど、別に嫌いなもん自体がないんで、嫌いなもんったら、あの焼いたレバーと、何やる？OK。焼いたレバーと、レーズンと、明太子とキウイぐらいですよね。うん、あとはまあ別に、嫌いっても全部食べれるんですけどね。4回の表、7番いやいやなーって思うだけだって。うん。片岡がもう、ほんまに食べたらジンマイシン出るわみたいなやつはないんですけど。あとは別に美味しく食べてるかなと思います。うん、だからね、まあ、人それぞれ好き嫌いってあるじゃないですか。自分が好きな、めっちゃ好きなものも他人からしたらめっちゃ気持ち悪いみたいなね。僕キノコとか大好きなんですけど、椎茸とかエリンギとか、キノコ嫌いな人多いじゃないですか。なんでかなと思ったりとかね。まあ納豆嫌いにするか、まあ納豆はまだわかるかな。でも別に僕はあの匂い嫌じゃないんですけどね。まあ、ラーメン屋さんとか行ってああいう匂いするじゃないですか、うん、納豆臭いみたいな、ああいう匂いする方が美味しかったりするとかね、うん、まあ別にそういう気しますね。まあ、汚いミシュランって言うだけのことはありますしね、うん、やっぱり手を込んだ方が美味しかったりとか、まあ、見た目気にせず味だけを求めてる方が美味しかったりはしますよね。見た目も僕は大事だと思うんですけど、うん、僕はだいぶこう A 型で綺麗好きなタイプだと思うんで、みんなからも、いや、もう綺麗好きすぎやろって言われるぐらい綺麗好きなタイプなので、潔癖症とかじゃないんですけど、だからなんていうのかな、人がね、汚くしようが何しようが僕は何も思わないんですよね。多分多いと思うんですよ。自分はどうでもいいけど他人が汚かったら嫌っていう人絶対いると思うんですよね。僕そういうタイプじゃなくて、まああまりにもこう水ぼらしかったのは嫌ですけど、まあ別に他人が何しようが僕はそんなに気にしないかな。自分が汚いとちょっと嫌なんですよね。だから部屋来た時とかびっくりされますね、うん、男の子の部屋じゃないみたいっていうのはよく言われます。バッターボックス坂本、まあ自分でもそうかなとか思う。まあディズニー好きとかね、可愛いもん好きとかはありますから。この打席のポイントになりそうですね。そういうのが少しあるのかなっていう気はしてますけど、うん、まあね、引っ越すのもあと4日後って言ってて、まあ環境と特別同じマンションでし変わらないと思うんですけど、うん、まあなんていうのかな、一番大きいのは
ここは落としてきました、ベランダに出れるってやつですね。もう少し早めに引っ越してもらったらもう少しこう涼しかったのかなと思うんですけど、これでマルチヒット。あ、でもベランダに出れるっていうのはこういいですよね。いちいちドアを出るのに外を受けるっていうのは、僕インドア派じゃないので、だからこの5連休もほとんど外には出てましたね。ドガーマー取ってましたけど、これが4球目。だからずっと家におれるっていう人は羨ましいなと思います。まあ、インドア派っていうのは分からないこともないんですけど、こう2日間とも全部家にいたよみたいな、外に出てないわよみたいな人すごいなって思います。気持ち悪くなんですよね外に出ないと。だから大学生とかは本当に永遠と外に出た気します。家に帰るのは本当に寝に帰ってるかって感じですね。家でご飯食べたのも記憶もないですし、ね、外で食べてみたいな、本当好き勝手してたなと思います、今思えばね。本当申し訳ないことを親にはしてたかなと思うんですけど、まあまあまあ、そういう記憶というか、そういう思い出がね、将来こう花を咲かすんでしょうね。将来久しぶり大学のみんなと集まったりして、ああいうことしたよなっていうのがこういいんでしょうね、きっと。ゲームもそうやと思うんですよね、僕。なんていうのか、逆転してくれた、今日は持ってるね、大野くん。なんていうのかな、こうやって、まあ、やって楽しいなって部分はあると思うんですけど、こうなんていうのかな、久しぶりにこう集まって大人になってからこういうゲームおもろかったよなって言ってから、まあ話が発展していくっていうのが、まあ、一つの道具というかあると思うんですよね。僕はそういうものだと思ってるんで、まあ、なんていうのかな、僕はこうやってこう話すのが好きなのでやってるっていうので、まあ、一つの媒体としてね、ゲームを使わせてもらってるっていう部分はあるんですけど、まあこれが好きでやってるのもありますけどね、まあ、話すのも好きというか、まあ、ラジオとかいいなと思ったりしますけどね。でもほらラジオだけとかやったら話題がないとね、話せないと思うんですよ、人間って。こう一人で何プレゼンしてって言われても限界があると思うんですよね。そういう時にこうやってゲームをしてやるとかだいぶ楽というか、話もポンポン出てきますしね、まあ、そこら辺がこうよく見ています。つながりというか、楽しいんじゃないかなと思います。何か抑えてるな。お、変えられた。結構なんかあっさり変えられたね。エースなのに7回お、勝ったよ。勝ち投手よかった。まだ岩瀬がやってるんだね、抑え。なんかあれだね、雑談してるとあっという間に終わった感じが、さっきの動画と別に3分4分ぐらいしか変わらないんですけど、さっきの動画というか昨日の動画ね、これ一気にため撮りしてるんですけど、なんかこう一人一人のバッターに集中した方がこう時間が長く感じたなっていう気はしてます。どっちがいいんでしょう、皆さんどっちが希望ですか。まあ希望された方を多めにそう取っていきたいんですけど、僕はねどっちでもいいんですけどね。別に雑談なんてしよう思えばいくらでもできると思うので、話題なんてくれたらもうずっと僕喋ってると思いますよまあってことでね、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。それはね、次回はファイターズ戦になるのかな、ファイターズオリックス楽天となっていくのかなと思います。そしてまあできればオールスターも取っていけたらと思ってます。じゃあね、今回はこれぐらいです。また次回やっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではね、ソウスケでした。さようなら。